佐田マサシ・佐田雅マサシのディスコグラフィ雨アマヤドリ。アマヤドリは、シンガーソングライター・佐田マサシが1977年3月10日に発表したシングル。外説、編集、アマヤドリは、佐田の代表作の一つ、ソロデビュー後2枚目のシングルであり、自身初のオリコンチャート1位獲得曲である。アマヤドリで出会った男性に恋をしてしまった女性の、彼との再会。 家族への紹介及びいきなりのプロポーズに至る、ストーリーをコミカルに歌った作品、落語研究会出身の、さだらしく、最後はまるで落語のオチのような終わり方になっている。ソロデビュー後初の東京公演である1977年1月29日、渋谷公会堂でのコンサートで、昨日こんな変な歌作っちゃってと披露したところ、聴衆から好評を博したため、急遽、 シングル発表が決定された。レコーディングは2月11日、熊谷会館のコンサートのライブ収録であり、一部編集が加えられたものである。そのためこの録音には、聴衆の笑い声が入っている。当時ライブ録音のシングルのヒットは大変珍しいことであった。なおさだはこの後も、親父の一番、長い日、恋愛症候群、その発病及び傾向と対策に関する一、 考察マイナス、縦栗や、加藤の決心からは死がジジイになった頃マイナス。関白失脚なドライブ録音のシングル版を発表している。死の女性のモデルは、サダの妹のサタレイコであり、雨宿りはその後の、秋桜、親父の一番、長い日などへ続く、妹の結婚をモチーフにした、作品群の最初のものである。シングル売り上げは83万枚を記録した。 サダにとってはソロになって初のヒットであるが、同時に本作品によって軟弱である、こういう歌を歌う男がいて、こういう歌を喜ぶ女がいるから、女性は解放されないシンデレラコンプレックスの現れであるといった批判も受けた。サダが様々なバッシングを受けるようになった最初の作品でもある。ワンコーラスのメロディが AABA という構成の優説歌曲形式で書かれている。 連続して聴くと同じメロディが繰り返されているように聞こえるが、実際は2コーラスのみで構成されている。余談、編集続編、パロディ、編集もう一つの雨宿り、雨宿りに続くシングル版、吸い殻の風景の B 面曲としてリリース。その後、アルバム、風見取りに収録された。出だしは同じだが、途中から歌詞が変わり、本作は自分に自信のない女性が、 男性から思いを寄せられることに対する不安を含んだ気持ちを語る内容になっている。アルバム、風見取りの解説で、サダは、雨宿りが、お笑いに染まって本質が見えなくなっていく現状に、打足ながらも答えを出してしまったと述べている。雨鳥やライブアルバム、随想録には、休憩中の余興として、雨鳥ドという、雨宿りの替え歌が収録されている。こちらは、オリジナルの、 雨宿りの死ぬギャグをさらに強めたもの。アメスバル1981年に、谷村新司とサダが行った、ジョイントコンサートを行った際に発表した、コミックソングである。スバルと、雨宿りをつなげ、お互いの頭髪の少なさを笑いにした作品。ライブアルバム、夢ライブに収録。滑水女子大学前のオランダ坂ソロ、デビューアルバム、非巨来からのシングルカットである。歌詞中に、 滑水の名前が登場し、実際にこの滑水女子大に隣接しておランダ坂があるので、佐田の出身地長崎市を歌ったものと考えられる。しかし、長崎市に絵葉書き坂という坂はなく、架空の舞台設定である。この歌がリリースされてから実際に長崎市で絵葉書き坂を探す人もいたという。また、佐田の学生時代の友人から届いた絵はがきが名古屋市にある。 東山動物園のライオンの写真であり、写真の裏に書かれていたナンセンスな文章に接し、絵はがきのナンセンス性について深く考えたことと、観光都市長崎の代表的な絵はがきの被写体であるオランダ坂とをイメージしたものであると、高年皿本人がライナーノートで語っている。雨宿り、絵はがき坂アルバム、寄居来収録曲、ありがとうございます。